明日私は旅に出ます。あなたの知らない人と二人で、いつかあなたと行くはずだった。春まだ浅い信濃路へ行く先々で思い出すのは、あなたのことだと分かっています。その寂しさがきっと私を変えてくれると思いたいのです。さよならはいつまでたってもとても嫌そうにありません。私にとってあなたは今も眩しい一つの青春なんです。8時ちょうどのあずさ2号で、私はあなたから旅立ちます。愛の隅であなたを待って、私は季節に取り残された。そんな気持ちの中の焦りが私を旅に誘うのでしょうか。でもとても嫌そうにありません。こんな形で終わることしかできない私を許してください。8時ちょうどのあずさ2号で、私はあってもとても嫌そうにありません。どんな形で終わることしかできない私を許してください。8時ちょうどのあずさ2号で、私はあなたから旅立つ。